日本代表は1月14日、アジアカップのグループステージ第1節でベトナム代表と対戦。前半に2失点を喫した。オリアスジャパンは11分に南の匠のゴールで先制したものの、16分のグエン・ディンバクの得点で追いつかれる。これで勢いに乗ったベトナムは33分、f k を v ホアンベトアインが頭でゴール前に入れると、 セバン号10のファムトゥアンハイが反応し、ゴールに押し込んだ。その後、ベトナムは前半終了間際に2失点して逆転されたが、フィリップ・トルシエ監督が率いるチームは、日本を大いに苦しめている。